皆さんこんにちは。京都栄養医療専門学校の小笠原と言います。本日は煮炊き物のポイントについて説明したいと思います。それでは根菜と鶏肉の煮物を作ります。材料は鶏肉、人参、レンコン、ごぼう、それから椎茸とインゲンです。調味料は油と砂糖と醤油、それからだし汁です。では早速作っていきましょう。では作っていきます。まず鍋に油を入れます。少し温まってきたら鶏肉を入れて炒めていきます。少し鶏肉が白っぽくなってきたら根菜類を入れてさらに炒めていきます。全体的に野菜に油が馴染んだところでだし汁を入れていきます。これでしばらくだし汁が沸騰してから少し火を弱めて野菜に火が通るまでコトコト炊いていきます。だし汁が沸騰してきてアクが出てきたらアクを取り除きます。ここから少し火を弱めてコトコト炊いていきます。ある程度野菜に火が通ってきたところでまずはお砂糖を加えてさらに炊いていきます。最初にお砂糖を入れることで、甘みがしっかり入っていきます。逆に醤油なんかを先に入れてしまうと醤油が先に入ってしまって甘みが入りにくくなります。野菜が十分柔らかくなったところで最後にお醤油を加えて少し炊きます。これでしばらく火を止めて味を含ませたら完成です。はい、これで鶏肉と根菜の煮物の完成です。本日紹介した煮物の減塩のポイントです。1つ目は、だしと旨味のある食材を合わせることです。そうすることで、旨味を強く感じ、薄味にすることができます。2つ目は、醤油を後から入れることです。味を染み込ませず、表面に味をつけて風味よくすることで、使用量が減り、減塩につながります。3つ目は、煮汁を残すことです。盛り付けや食べる際に煮汁を残すことで、さらに減塩になります。日本には料理の際の調味料を入れる順番を示す言葉で五十音順になぞらえて料理のさしすせそというものがあります。料理のさしすせそは調味料の頭文字を取って入れる順番を教えてくれます。さは砂糖、しは塩、すはお酢、せは醤油、そは味噌です。一般的にさしすせその順番に調味料を入れますが、逆の順番で入れるとどうなるのでしょう。材料と調理法は同じで、調味料の順番を変えた煮物を食べ比べてみると、見た目は大きく変わりませんが、食べてみるとさしすせそと逆の順番で入れたものは甘みが少なく、醤油の香りが飛んでいます。理由を次のスライドで説明します。まず浸透圧が関連しています。浸透圧は濃度を一定にしようとして濃度の濃い方から薄い方へ移動する現象です。塩は砂糖より浸透圧が濃く染み込みやすいため染み込むスピードの遅い砂糖を先に入れます。味の違いの理由は分子の大きさが異なるためです。塩より砂糖の分子が大きいです。さしすせその順では最初に大きい砂糖が入った後、隙間を埋めるように塩が入っていきます。逆に入れると小さい塩で埋め尽くされ砂糖が入るスペースがありません。また醤油は熱を加えることにより風味や香りが飛ばないように後で入れます。先ほどの煮炊き物の動画で行ったように砂糖を先に入れることで醤油の入る隙間が少なくなります。そのため醤油を最後に入れることで減塩につながります。ぜひ皆さんもやってみてください。